どう？もう情報出てるっしょ。誰が強い？俺の見立てではやっぱルークが強そう。あ、ルークの弾に隠れにくくなった。なるほど。練習するんだったらなんかルークな気がするよな今。やっぱルーク、ベガ、ルークね。あ、そう、強くなったっていう点で言えば影とかあれ、アレク強くなったのはそうだよ。アレクは強くなったと思うよ。ただ俺が求めてるのは上で戦えるかってことだからね。じゃあそこら辺ちょっと見てみるわ。影、ちょっと待って、一回アレックスから行こうか。俺アレックス前回から評価をちょっと人より高めにしてたから、そこから大幅強化が来たとなれば遊べんじゃないの。俺どっち、これ3個貯めれるようになったんだっけ。あ、そう、てかルーク見た目弱ナックルから EX インパラー、インパラーから追撃もできるのこれ。いいね、アレックスのテーマだ。22なの。何が強いの、なんか調整項目多かったんだよな。ちょっと待って、流星がやってるね。いや、どれだっけ、調整項目どれですか。PDF 来た。アレックスはどこですか。アレックスは隠しキャラだったね。立ち弱パンチ、立ち中パンチが強くなってそう。しゃがみ大パンが強いか。エアニースマッシュが空中攻撃無敵ってことは対空なんの。 EX エアニー、スタンピードか。安定対空を手に入れた。へえ、だから言ったじゃないですか、アレックス結構いけるって前のバージョンだけどね。スキルには EX フラチョトリガーいけます。でこういうことじゃなくて、あ、なんかこれさ、なんかしゃがみ当たるようになってたりしない。さすがにちゃんと当たるか強いんだけどな。トリガー2は下入れてればチョークスリーパー。え？あ、さすがに。あ、じゃあかゆいところに手が届くようになってるってこと？待って、対空はこの判定の強い剣のジャンプダイパー、これじゃないよね。大勝利ってこと。あ、へえ、あ、へえ、ええな、普通にちょっと面白そうだね。アレク、でも戦えんのこのキャラ、うん、あ、これ嬉しいね、アレックスカイ。あ、でも発生遅いからちょっとこういう使い方難しいな。ちゃんと、ああ抜けちゃうんだ。しゃがみ中盤から確認チョーク、フラッシュチョップからつながるようになった。それはこっちだよ、変わったのって。
へえ、めくりも振り向きに。へえ、下、これ無理。しゃがみ中継から確認チョーク、これこれってこと。あ、へえ、さすがにフラッシュチョップからつながるようになった。これスイング DDT ってどれ。これじゃなくて、これって何、しゃがんでるとつながんないの。あ、なるほど。あ、これがつながるようになったんだ、立ってればね。なるほどなるほど。あ、前はこれしか出なかったんだ。はい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 。なるほどね、こういうことができるようになったと。でさらにこっから、なるほど、マレクは体力もあるからね、こういうふうに嫌がらせしてって感じか。ああ、なんか結構使う人が使ったら良さそうではある。俺はこういうキャラ下手だし、あんまり使えないから。ザンギさんとか使ったら結構良さそうよね。 EX フラッチョ、トリガー1、エルボー、エア2で入れ替え。ほー、